えー、速化塾の久保です、えー、今回ミスターゆ弓さんからメッセージいただきましてその中にね一つ重要なヒントがありましたそれはですね Google のサジェストンで調べると会社を辞めたいと思ってる方とかね、えー、まあ多いという風な分析でしたけども確かにねこの動画をご覧になってる方も、まあ、入社したくて入社したんだけどもやってるうちにもしくは最初からかもしれませんけどもいろんな理由でね会社を辞め,たい辞めたいなと思う方がいると思うんですよ。 これは取りも直さず、会社は辞めたいのに辞められないってことは、もしかしたらね、日々、正直に生きてないことのあられかと思うんですよね。<laughs> で,えー、で、そこでですね、私の、まあ、ビジネスの進め方、そして今までを振り返ってね、えー、非常に面白い、興味深い現象が見て取れましたので、ちょっとお話したいと思います。で、それはですね、あの 一番最初私はね自分が稼ぐために儲けるためにビジネスってのを始めました自己アフィリエイトから始めたりとか不要品販売をしたりとかねそれから転売をしたりとか情報販売をしたりとかアフィリエイトとかしましたけどもこれは自分が稼ぎ,稼ぎたいなっていう気持ちの表れだったんですよねあねえっ、ー、とね あ自分が稼ぎたいと思って始めたわけなんですすすこれれは多くの方も同じ考えをお持ちだと思います、えー、それでででね、えー、自分で稼ぎたいなと思う時にファンを集めようと思ったらね視聴者さんとか読者さんを集めようと思ったらその、まあ、刺激的なねこれ儲かりますよとかっていうのが本当にねあのうまくいくんですよ。で私は今そういうのやってないのはフェーズが変わったからなんですけどもいわゆるね突発的なファンなんですよ。突発的にお 美味しいいことを教えてくれそうみたいな人に人には集中するんですよでもこういうふうな突発的なファンっていうのはね去っていくんですよねこれがどういうことかっていうと発信者も受信者者もも受お互いを消耗してるんですよお互いにいいところを抜き出そうと思って戦ってる状態なんですよねだから疲弊していって長く続かないということになりますただですね濃いファンっていうのは残っていくんですよ、うん、そこで確かになとかねこの人の言うことも一理だなとかなるほどなっていう人はお互いに残っていくんですよねで 今度は情報発信者が情報を受け取った人のファンになるっていう現象が起きてきます。これが第3フェーズなんですよ。私今そのフェーズでですね、皆さんのことがすごく大好きなんですよ。私のことを見てる人がどんな人なのかな、どんな悩みを抱えてるのかなっていうふうに考えていくんですよ。ですから47都道府県全国歓迎したりとかね、時には海外に行って視聴者さんに会いに,行く会いに行くってこともしてるわけなんですけども、その次のフェーズ。 このファンの人を傷つけたくないなとか、損させたくないなっていうふなフェーズがあるわけなんですよね。で、私は今これが実現できてるのかどうか分かりませんけども、実現に向けてかなりね、エネルギーを使ってるとこだと思います。で、こういうふうに正直なことをやってると、実はね、瞬間的にファンは減るんですよ。今、私はすごく減ってる状態だと思います。 なぜなら YouTube を見ていたてわかると思いますけどもチャンネル登録者数の方が私ね1万人近くいるわけですよでも再生数が100前後なんですよねこれがどういうことかっていうと一瞬だけ私の情報に興味を寄せたんだけどもなんか久保さん得さしくないやと思って去っていく人ねこういう人は いなくなくくってくる要するに私を消費してどっかへ去っていったんですよね。と同時に私はおそらく私の情報によって視聴者さんを消費してしまったのかもしれませんね。でもお互いが消費の関係ではなくてお互いが提供の関係にある私と今この動画を見てくださる方っていうのは多分強く結びついてると思うんですよ。で私がどういうふうな姿勢でやってるかってことを誤解なく受け取ってくださってる方だと思いますしね。それから私も視聴者さんのことを取り上げたりとか視聴者さんの悩みに耳を傾けてその方に対してのワントゥーワンのメッセージを送り続けてきた。 結果だと思いますもちろん全員がねそうなってはいないと思いますけども多分ここにですねあのー、一つの大きな壁があると思いますそれはね視聴者さんが減ることが怖くって刺激的なメッセージを送り続ける人と減ることを恐れずに、えー、きちんと自分を正直に正直にどんどん寄せていく人なんですよで正直になった時にお互いが正直になった時に今度はその正直さにやっぱりね魅力を感じる人がこう増えていくんじゃないかなと私はこれから増えるフェーズに入るのかどうか分かりませんけどもたとえね 一人になってしまっても、私の視聴者さんが一人になってしまっても、その人に対して全正直だったら、それが、まあ本当にね、私が情報を発信している姿だと思うんですよ。場合によってはゼロになってもいいかなと思います。というのがね、私の情報なんて必要ないぐらい、あの視聴者さん一人一人が賢くなることの方が私が求めているところなんですよね。そうなった時が本当に意味で私の隠居生活が始まると思っております。えー、それまでね、ちょっと寂しいですけども、去っていく方っていうのは正直寂しいですけども、私もこれからね、体当たりで正直なメッセージを送っていきたいと思います。 以上が今回、えー、自分の生き様を正直に語って、それに共感してくれる人がいると嬉しいです。そういう人が登録者になってほしいなという Mr. マイアミさんへのアンサー動画となります。以上です。それでは失礼します。